べきじゃないよね、どっちにしてもそういうところには。今までで怖い体験とかっていうのないですか？怖い体験、はい、だからそれこそさっき言ってたけど、はい、あのエッチなおじいちゃんがこう金縛りって言ってたじゃないですか、うちユウの部屋はエッチなサラリーマンのおっさんが出てましたよ。どういうことですかそれは。だからもう手を押さえてきて、ずっとなんかこうだん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 下の方に来て太もも触り始めて、金縛り で初めは怖いって思ってたんだけど、3回目ぐらいになるとふざけんなと思ってきて、なんだふざけるなと思って、でいつも右足だけは動くの、その金縛りながら。いつもそうなんですか？いつもしても 3,4 回なんですけど、4回目ぐらいにいい加減にしてってガンって蹴ってあげたら、もうその日から出てこないんですよ。本当なのこれ、本当なの、本当。ユーモア初めて言う、なんか欲求不満なのかなみたいな。番組では、解明してほしい疑問を募集しております。詳しくは番組のホームページをご覧ください。女神のハテナ検索、はい。この後、茜蛍が恐怖のあまり塩を吹く。